さあ辰吉いきましょうか辰吉これめちゃめちゃいい切れ切れ味抜群のフックかなそんかアッパーかな次生まれ変わったらこうしたいっていう人がおるけど次はないよもう一す。次生まれた生まれ変わったらこうしたいとか言う人おるけど次ないよって <laughs> おっしゃる通りでございます辰吉様みたいな次ないんですよね うん、僕はカイジが好きなのはなんかあのー、人生ギャンブルだと思うんですよ一度きりのだから人生そのものが爆死みたいな話でなんかそのそれをカイジの逆境カイジはその、うん、それをなんか物語に一個一個のそのなんかに当て,てこすりしてるんだけども結局人生そのものがギャンブルだよっていうのを統括でまとめるとね なななんんんかかそうう教えててくれてるんじゃないかなとは思うんですよね人生とはギャンブルであるみたいなね。<laughs> そううんうん、ここで書けなかったらかけるとこないよっていうね。常に。ここでやらなかったらやる機会ないよと。うん、次はないですからね。いってらっしゃい。